皆様方のおかげということでね、お礼を申し上げる次第でございます。またですね、ただ、いろいろね、俳句のいいとこ、他にもございましょうがですね、これにもかかわらずに、この桂町の方にですね、お越しくださいまして、誠にありがとうございます。担ぎ手の皆様にはですね、一つですね、今日ご協力のほど、何卒重ね重ねではございますが、お願い申し上げる次第でございます。またですね、初め会の皆様には、朝の8時からですね、知らしめということですね、いろいろご協力お願い申し上げたところで、ね、心よくお引き受けいただきます。誠にありがとうございます。またですね、町会のです、ね、役員の皆様にもね、いろいろな赤かに、目立つとこ目立たないとこありますがですね、一つみんな心だけはみんな目立つという形ですね、一つご協力のほどお願い申し上げる次第でございます。暗渠の皆様よろしくお願いいたします。一応ですね、本局の方といいますかね、本館の方からですね、一応、若干の私ですね、来ております皆様、重々ご承知のことと思いますがですね、さあ、おみこしの上に、乗らないとかね、いろいろ来ております、もろもろございますが、まあ、その辺のところですね、どうぞ、お聞きいただきましてですね、子供たちの思い出に残るような、ひとときにしたいと思いますので、本日、何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。続きましてですね、地域を代表しまして、春日町会の会長の池上とじ様よりご挨拶をお願いします。はい、はい、ご紹介をいただきました、春日町会会長の池上でございます。本日は足元の悪い中、安倍初め会会長のもとに多くの財宝娘会の皆様方のおいでをいただきまして、このように、正解のうちに開催されますことをまずもって御礼を申し上げる次第でございます。また町会の皆様方におかれましても、福祉会より、ご協力をいただきまして、合わせて御礼を申し上げる次第でございます。今日は健康不順で、皆様方には大変ご便をかけるかと思いますが、ぜひ有意義な一つを過ごしていただければ幸いと思うところでございます。注意事項もこの頃お役所の方もだいぶ厳しくなりまして、後ほどいろいろ注意事項がございますけれど、まあ、今日配りながら一つご協力のほどお願いを申し上げたいでございます。それぞれ市議会のますますの発展をご祈念申し上げまして、御礼の地域を代表いたしましての言葉とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次ですね、本日ご対応の中おいでいただきました、ご来訪いただきました